皆様こんにちは。本日は国立ハンセン病資料館2021年度ハンセン病と人権セミナーにご参加くださいまして誠にありがとうございます。私は本日司会を担当いたします当館学芸員の金希文と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これまで当館ではこのハンセン病と人権セミナーを2015年より6年間にわたり、主に学校現場の先生方、教育委員会、人権担当者の方々を対象として、語り部講話や園内のフィールドワークを組み入れたハンセン病問題を総合的に学習できるハンセン病と人権夏季セミナーを開催してまいりました。昨年度に続き、今年度も新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からオンラインでの開催に至りましたが、より多くの皆様にこのセミナーを通し、ハンセン病問題へのご理解を深めていただければと思っております。本日は長年にわたり国際法学者、人権教育の専門家としてご活躍され、公益財団法人人権教育啓発推進センター理事長の坂本茂樹さんと、ハンセン病家族訴訟原告団アジサイの会副団長でいらっしゃるファン・ガンナムさんから、教育の場でハンセン病問題を通して伝えたい人権課題についてお話しいただきます。それでは早速講演会に移らせていただきます。まず坂本茂樹さんより、学校でハンセン病問題を伝えるにあたりと題しましてお話しいただきます。坂本茂樹さんは公益財団法人人権教育啓発推進センター理事長、また公益財団法人世界人権問題研究センター所長、神戸大学名誉教授でもいらっしゃいます。また坂本さんはこれまでハンセン病問題だけではなく、ブラック差別解消推進法、そしてヘイトスピーチ等の差別問題にも取り組まれてきました。それでは坂本茂樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました人権教育推進センターの坂本茂樹です。これから講演を開始いたします。画面共有をいたしますので、しばらくお待ちください。はい、ありがとうございます。時間も限られていますので、早速報告に移りたいと思います。次お願いします。かつて日本はハンセン病を恐れるあまり、ハンセン病の感染力が比較的弱く、隔離の必要がないにもかかわらず、また治療薬が開発されたにもかかわらず、強制隔離を90年間も続けてきた歴史を持っています。1907年に制定された雷予防に関する件では、療養を有せずかつ救護者なき患者を、さらに1931年に制定された雷予防法では、すべてのハンセン病患者を対象として療養所に入所させ、一般社会から隔離するという、こういう政策が取られました。で、このようにハンセン病問題は法律が強制隔離政策を採用することで作り出した社会的差別という、こういう特徴を持っています。次お願いします。このような政策は何を生み出したんでしょうか。こうした隔離政策は、ハンセン病が強烈な伝染病で隔離が必要なほどの特別な病気という誤った認識と、ハンセン病患者への恐怖感と差別意識を形成させました。同時にその家族も同じような扱いを受けてもやむを得ないという認識の形成につながりました。実際1900年、明治33年に内務省が実施した第1回全国調査では、患者の数だけではなくて大病の血統家系を有する者が徹底的に調査されました。
その調査の一点は、昨年、一旦は、昨年、2020、本年ですね、インターネットオークションに、出品された、長野県の大町警察署が行った、雷病患者並びに血統家系調べと題する、ハンセン病患者の名前や住所が記載された台帳が、インターネットオークションに出品されるという事案で明らかになりました。ハンセン病の問題を考えているハンセン病市民学会は、重大な人権侵害として出品者からこれを引き取りました。次、お願いいたします。ハンセン病差別の問題は、ハンセン病の差別偏見の作出助長において、全国での無来県運動に見られるように、私たち社会を構成する側の加害責任の問題を提起し、それは日本社会における他の社会構造的差別を考える際に重要な示唆を払うものと言えます。ご案内のように、日本には性差別、ブラック差別、民族差別といった属性ごとに固有の問題を抱える差別問題がありますが、そうした問題の理解の助けとしてハンセン病差別問題を教え学ぶ必要があります。次お願いします。ここでは学校における差別事案として1954年のたった寮事件を取り上げたいと思います。ハンセン病の療養所として熊本県に菊池慶風園という療養所がありますが、その付設の児童福祉施設がたった寮と呼ばれていました。で、このたった寮の児童は1953年度までは一般の小学校への通学が認められていませんでした。1954年通学が認められたところ、その校区の町民大会でたった寮の児童の通学に反対する決議がなされました。そこでは、あなたの子供を恐ろしいがんの未発病児童と机を並べて勉強させてよいのか、食事を共にさせてよいのかという声が挙げられました。このたった寮事件では、雷の未発病児童なる概念を用いて、他の児童の保護者が入学式当日、たった寮の新1年生4人の通学に反対する行動に出ました。入学を楽しみにしていた4人のお子さんの気持ちを想像すると、大変怖かったのではないかなと思います。次、お願いします。つい最近、2014年ですけれども、福岡県の公立小学校6年生の児童12人に対して、社会科において、ハンセン病に対する差別について考えるという授業がなされました。この授業は、人権教育を担当する40代の男性教諭と、学級担任のチーム授業であったわけですけれども、学級担任が児童に感想文を書かせたところ、今は完全に治すことができる、差別はいけないなどの記述がある一方で、もし友達がかかったら私は離れておきます。理由はハンセン病は怖いからです。骨が溶け、削れていく病気などという内容が含まれていました。学級担任は人権教育担当教諭に見せることなく、これらの感想文を菊池慶風園に郵送しました。受け取った菊池慶風園の方々は、授業内容を問う手紙を送付したんですけれども、学級担任は返事を求められているとの認識がなく、返信しなかったということです。次をお願いします。
人権教育担当教諭は、誤った認識が過去にあったことを教えたつもりだったけれども、説明不足だった。申し訳ないと釈明し、県の教育委員会も菊池慶富園に謝罪をいたしました。慶富園の志村康氏入所者自治会会長は、差別の連鎖が教育の中で生み出されている。福岡県教諭は教師向けの指導書を作るべきだというふうに話しました。本事件は新たな偏見、差別を生み出さないようなハンセン病教育の重要性が問われた事件だというふうに考えることができます。かつての無頼権運動の際、教員が児童を患者として通報する事例があったわけで、家族訴訟の弁護団長である徳田弁護士によれば、差別が続いた背景には教育の責任もあるという指摘もなされています。次お願いします。こうした事例を受けまして、福岡県教育委員会は2014年の6月から7月にかけて、研修会を開催をいたしまして、そこでは教職員のハンセン病に関する知的理解の不足、指導力の不足、学校の推進体制等の課題を提示いたしました。そして、同年9月、教職員用学習資料、ハンセン病を正しく理解するためにを作成をいたしました。このような作業は、教える側の認識不足により、新たな差別偏見を生まないために必要な作業と思われます。次お願いします。で、そこで福岡県の実践をご紹介したいと思います。福岡県では小学生と高校生向けについては、福岡県が作成したハンセン病を正しく理解しようという啓発資料教材を作成し、これを使用しています。小学生向けでは、ハンセン病を正しく理解できるように Q&A で学ぶ内容構成とし、高校生向けではハンセン病患者回復者が受けた苦しみに共感し、根強く残る差別や偏見をなくすためにできることは何かを考える、そういう構成にしています。中学生については厚労省が作成したハンセン病の向こう側を使用しているということであります。次お願いします。福岡県にあります、金丸小学校では2016年度からハンセン病教育に力を入れておりまして、菊池慶富園の対処者である中秀一さんを授業に招いて当事者に話を聞くという実践を行っているということであります。担当の田原教諭によれば、当事者に話を聞けばハンセン病の問題を身近に考えられると、そしてこうした差別を乗り越えた人間としての強さを感じてほしいというふうに述べておられます。現在ではコロナで面会などはできないわけですけれども、全国14カ所にあるハンセン病療養所に近い学校では、これらの療養所を訪ね、元患者回復者から説明を聞く、あるいは、本日、この講演会を主催しているハンセン病資料館を見学してもらって学ぶこともできるわけで、いろいろと工夫をしていただければと思います。次お願いします。都立武蔵大学園の府中分教室の佐久間先生は、この2015年にこの資料館の夏季セミナーに登壇されて、その講演の中で、過去の悲惨な面の強調だけでは、児童生徒はハンセン病患者回復者をステレオタイプな弱者としてのみ捉え、マイナスイメージによる新たな偏見も生じかねませんと
というふうに述べておられます。次お願いします。佐久間教諭の指摘は個人的には私には重要な指摘だというふうに思われます。というのは隔離の時代にも療養所において人間の尊厳を保ち未来に向かって力強く生きた人々が大勢いたからであります。私事で恐縮ですけれども国連人権理事会諮問委員会の委員としてハンセン病者回復者およびその家族に対する原則とガイドラインを起草いたしました。まあ、この原則とガイドラインは幸い国連総会で支持をする決議がなされました。その原則1で何を規定したかといいますと、ハンセン病患者回復者およびその家族は尊厳のある人間として扱われ、あらゆる基本的人権および基本的自由を共有するとして権利の主体であることを強調いたしました。次お願いします。日本の、司法の状況を見てみたいと思います。こうした強制隔離によって被害を受けたハンセン病の回復者が国に損害賠償を求めたハンセン病国家賠償訴訟で2001年5月熊本地裁判決は原告勝訴、国が敗訴する判決を下しました。国が、控訴しないことを決定しましたので、判決は確定をいたしました。その結果ハンセン病療養所に入所していた人々に対する保証金の支給に関する法律が公布されたわけでありますが、ただこの判決では国立療養所に入所しなかった患者や患者家族に対する国の責任については触れておりませんでした。また判決が出たからその翌日から差別がなくなるわけではありません。次お願いします。判決後の2003年11月黒川温泉のホテルで菊池慶風園の入所者がホテル側から他のお客様に迷惑がかかるという理由で宿泊を拒否される事件が発生いたしました。困ったことに宿泊を拒否したホテルではなく宿泊を拒否された人々に対して匿名で差別的な、また誹謗中傷する手紙やはがきが療養所に送られるという事態が生じました。で、こうした事例を見ますと真の救済は損害賠償だけではなく差別の解消であることがわかります。次お願いします。1966年雷予防法の廃止に関する法律が制定されて20年目となる2016年、ハンセン病の元患者家族が国のハンセン病隔離政策で差別被害を受けたとして熊本地裁に国家賠償訴訟を提起いたしました。損害賠償は、法律の廃止から20年過ぎると原則請求できないからこれが最後のチャンスだったということになります。元患者家族561人が1人当たり500万円の賠償と国の謝罪を求めて熊本地裁に集団提訴をいたしました。次お願いします。ではこの裁判では何が問われ何が判決されたのでしょうか。原告家族は政府の隔離政策によって偏見差別の対象となる社会構造が構築され、それにより家族が差別被害を受けていると訴えました。さらに原告家族は行政府と立法府による義務違反によって偏見差別を受ける地位に立たされたとも訴えました。判決は
こうした原告の訴えを認め、国によるハンセン病隔離政策を通じて、ハンセン病患者及びその家族に対する偏見差別が出現する一種の社会構造、社会システムが築き上げられたというふうに指摘いたしました。次、お願いします。判決は、裁判における多数の原告の証言などを通じて、患者の家族たちが、人生の多くの場面で、ハンセン病隔離政策等の遂行によって、社会的差別を受けてきたこと、さらには、こうした偏見差別が存在するために、患者本人との人間関係が妨げられるなど、家族関係を形成する、そういう権利も阻害されるに至ったんだというふうに認定をいたしました。次、お願いします。この判決の後、議員立法による保障法が成立をいたしました。この法律は、実は判決が認めなかった2002年以降の被害や、米軍統治下の沖縄、戦前の台湾、朝鮮半島に住んでいた人も対象としております。厚労省によると対象者は2万4000人、費用は約400億円と推計されています。しかし、このコロナ禍の影響もあるのか、また申請することによって差別にさらされたくないという思いなのか、本年10月11日の時点で請求受付件数は7398件、認定者数は7095人にとどまっています。国が想定している給付対象者は2万4000人ですから、その3割弱にとどまっているということになります。次、お願いします。この訴訟において何が課題として残されたのでしょうか。家族訴訟の弁護団団長である徳田弁護士は、差別や排除の直接的な加害責任は社会の側にあり、地域社会の構成員である私たち一人一人が加害者であったと指摘しています。本判決は、偏見差別が生ずる社会構造の中では、誰しも意図せずに偏見差別をする側になり得るということを示しています。私たちはそうしたことを繰り返してはいけません。次をお願いします。ハンセン病資料館の館長でもある内田博文先生は、ハンセン病者、回復者、その家族に対する偏見差別を除去するための、新たな人権教育、あるいは人権啓発の手法の開発にあたっては、自らの言動によって少数者の人権を侵害しているのに、その加害性を自覚しない加害者が少なくないという、こういう事実から出発する必要があるんだというふうに述べておられます。私たち一人一人の加害責任を自覚なくして、ハンセン病のような社会構造的差別の問題の解消はないと言えます。次、お願いします。それでは、どのような人権教育、人権啓発が望まれるのかということについて、私の考えを述べさせていただきますと、ハンセン病者、回復者を保護の客体として見る、同情論ではなくて、ハンセン病者、回復者を権利の主体と捉え、差別者の行動改善のためには、この加害性の特性を踏まえた人権教育、人権啓発が望まれるというふうに思います。ただ、抽象的に言うのは優しいんですけれども、具体的に考えるとですね、
なかなか難しい点もあろうかと思います。家族を地域や学校、さらには職場において差別、排除してきた、社会の側の責任、これを、明示に自覚をした人権教育、人権啓発の開発が必要であるというふうに思っております。次、お願いいたします。ご案内のように、1948年に、採択をされた世界人権宣言第1条は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳及び権利において平等であると規定しています。誰もが権利と尊厳において平等であり、生きる価値を持った存在であるということを忘れてはなりません。ハンセン病の学習は専門的な知識を持った教員しかできないと恐れることなく、教職員用学習資料などを活用しながら、また自ら創意工夫しながら、生徒たちに誰もが暮らしやすい社会を作るためには何が必要かを考えさせる授業に取り組んでいただければと思います。これで私の報告を終わります。最後までご清聴いただき誠にありがとうございました。はい、坂本さん、大変貴重なご講演誠にありがとうございました。続きましてはファン・ガンナムさんよりハンセン病回復者の家族として今伝えたいことと題しお話しいただきます。ファン・ガンナムさんは1955年大阪府吹田市で在日朝鮮人2世として生まれました。1歳の時にお母様とお姉様がハンセン病を発病、岡山の療養所に隔離され、ご本人は岡山市内の福祉施設で育ちました。1964年ご家族5人が社会復帰し、尼崎で暮らすことになります。尼崎工業高校卒業後、尼崎市職員に採用されました。ファンさんはこれまでハンセン病であった家族のことを長らく語っては来なかったとお話しされています。2016年2月、ハンセン病家族訴訟原告団、あじさいの会の副団長となられ、現在は尼崎市にお住まいです。それではファン・ガンナムさん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今紹介いただきましたファンと言います。ハンセン病資料館の主催ということで今から、お話をさせていただきます。自己紹介入っています。ちょっと最初に言うときますけど、ズームで今こういうふうに話してて、やっぱり、こう、直にね、皆さんの顔を見ながら話するっていうのが本来なのかなと思ってましてね。で、皆さんの顔が今全く見えない状況で喋ってるんで、これはやりにくいなというふうにね、つくづく思ってますけども、まあ、これは仕方がないことですから。ですね、ファン・ガンナムというのが、これは本名です。在日朝鮮人の2世なんですね。両親は朝鮮半島で生まれて、まあ、10代の時にですね、この日本に渡ってきたということですね。で、あの時代に、朝鮮半島から日本に渡って、朝鮮人っていうのは本当にたくさんいてるんですけど、まあ、戦後、1945年に戦争があった途端にたくさん朝鮮半島に帰ったんですけど、まあ、約60万人、その当時の帰れないまま日本に住み続けたっていうのが、まあ、在日朝鮮人っていうふうになるわけですね。その在日朝鮮人は3つの名前があるっていう
ね、私の名前から紹介しますと、ハンガンナムというのが朝鮮語でこういうふうに発音するということで、二つ目が、それを日本語読みしたのが光密を。そして三つ目に、これは日本名、通名とも言いますけどもね、それが私の場合は木原密をということですね。まあ、この日本名は、何をつけてもよかったんだろうと思うんですね。田中とつけようが、渡辺とつけようが、何にしてもよかったんだろうと思うんですけど、本名のファンという字を残して、そして原っぽの原をつけてきたら、こういうふうにしたんですね。これは、やはり、まあ、先祖代々続いたファンという、この文字、名字ですね。名字を消したくなかった。いう思いが、あったんだろうと思うんですね。それで、まあ、木原というふうにしたんですね。私はこの三つの名前を渡り歩いてるんですね。両親はもう死ぬまでにずっと木原で、通しましたから、私が生まれた大阪府吹田市なんですけど、その時は、この三つ目の木原三つを。で、一歳で、岡山の育児院に入りましたけども、その時は光密をっていうふうになって、そして9歳で尼崎で家族と住み始めたら、また木原密をに戻って、で、小学校、中学校を木原密をで行ったんですね。で、高校入った時に、私は自分で考えたんですけど、まあ、朝鮮人を別に恥ずかしがることないと。堂々と本名を名乗ったらっていう思いがすごくしたんですね。中学校3年生の時に考えたんですけどね。担任の先生の影響もあったんだろうと思うんですけど、それで高校1年生入った時に、ファン・ガンナムという名前を名乗りました。で、尼崎市役所へ入った時もずっとファン・ガンナムという名前で通したんですね。高校3年間で、初めて朝鮮の文字、言葉、それから歴史、文化、でこの私自身の名前、ハンガンナムという名前をそれまで知らなかったんですね。で、それで3年間、まあそういうことを学べた。同じ在日同胞のクラスの友達なんかとも出会えて、非常に、楽しかった。ここ3年間が非常に楽しかったという思い出があるんですね。ところがですね、私の両親がハンセン病だった、あったということは言えなかったんですね。在日朝鮮人ということは堂々と胸張って、言ったにもかかわらず、ハンセン病ということが言えなかった。で、なぜ今に語れるのか、今まで何で語れなかったのかっていうことなんですけど、今66歳なんですけど、自分の両親がハンセン病だったということを語り始めたのが50歳を過ぎてからなんですね。で、家族裁判の障害をいただきましたけど、次のコマでちょっと言ってくれますか。ありがとうございます。家族訴訟がもう5年前になりますけどもね。で、熊本地方裁判所の門の方に向かって歩いていってるところの写真なんですね。この真ん中の黒いコートを着た方が林からさんっていう、この原告団の団長なんですね。この林からさんがおっしゃった言葉、ちょっとまあまた戻ってくれます。その林家さんが恥でないものを恥とするとき、本当の恥になるということをおっしゃったんですね。私はこの林家さん全然今まで知らなかった。裁判で初めて出会ったんですね。そういうことをおっしゃった。まあ、いわば、ハンセン病って恥でも何でもなかったんですね、実はね。ところが自分はずっと、ハンセン病は恥ずかしいもんだ。人前で言えない。です。そういうふうにずっと思い込んでた。恥でないものを恥としてた。それが本当の恥じゃないですかっていう。まあそういう言葉だったんですね。
で、その言葉に、まあ、押されて、まあ、やっこさ、語れるようになったのが、50歳を過ぎたからと。はい。まあ、二つ進めてくれますと。これが私の家の家系図ですね。先ほど、両親は朝鮮半島で生まれたっていうふうに言いましたけど、1920年、大正9年生まれなんですね。で、14歳の時に、まあ、この日本にやってきた。神戸に最初来た。母親も、16歳の時に、まあ、神戸に来たらしいんです、ね。二人が、そこで、結婚して、6人の子供を産んだ。私が一番末っ子だったということですね。次のコマをお願いします。1歳の時の大阪府の吹田市というところで私は、生まれたようなんですね。で、ちょうど夏の、7月生まれですから、夏の暑い時の家族の写真ですね。母親が非常に、微笑ましい笑顔をね、してると思います。で、次のコマ。まあ、こういう長屋ですね、に住んでた、昔の住宅地図が、まあ、見つかったんで、ね、ここに木原っていうふうに書いてます。次のコマをお願いします。もう、ね、で、上の姉ちゃんが10歳違いなんですけども、私が抱いてた。この時、上の姉ちゃんは小学校5年生ぐらいだったと思うんですけどね。で、この姉さんもハゼ病になって、吹田の小学校に通ってたんですけど、まあ、卒業できないまま、この大阪府吹田市から、出て行ってしまったということですね。次のコマをお願いします。吹田市岸辺というところですね。そこへ大阪府の職員が、頻繁にやってきた、安藤さんと松本さんですね。この大阪府の職員は、何しにやってきたかといえば、うちを訪問しに来て、岡山にある長島愛染、国立の療養所ですね、ここへ入所しなさいっていうふうに、入所勧奨、説得しに来るんですね。母親たちは、それをもう不安でたんですね。子供が小さいから行けないっていうね。ところが入浴拒否を受けた。で、ここに書いてませんけど、まあ、大阪府の職員によって家を消毒されたっていうようなことがあって、それで、まあ、もう、いやいやながらっていうんですかね。1956年12月6日、まあ、私が1歳半の時なんですけど、母親と、下の姉さんですね。下の姉さんまだ小学校上がる前だったと思うんですね。6歳で、ハンセン病、母親と同じハンセン病になったということで、岡山の長島へ生に入りました。そして、父親と、もう一人の姉さん、上の姉さんは大阪府に戻ったんですけど、まあ、私がまだ1歳で小さいからということで、岡山市内の育児院に入った。まあ、この12月6日が、家族5人で暮らしてた生活から、3つの家族バラバラにされた日ということなんですね。で1年後、もう父親ともう一人の姉さん、上の姉さんもハンセン病と診断されて、長島愛生に入りました。家族5人のうち、4人までもが、ハンセン病になって、私だけがハンセン病にならないまま、なったということですね。次のコマをお願いします。これは大阪府に対して情報公開請求をして、で母親の患者台帳を見せてくださいというふうに請求したところ、次のようなものが出されました。患者台帳と書きますね。昭和30年9月15日って書いてますから、私が7月生まれですから、まあ、生まれてすぐ2ヶ月ほどでこういうふうに母親は大腸に乗せられたっていうですね。次のコマ。家族6人ですね。お兄ちゃんがおったんですけども、お兄ちゃんが私が生まれたすぐ後ぐらいにはもう亡くなってたようですね。
のコマを見ます。大阪府の職員の直筆の、メモ書きがね、ここで、昭和31年1月9日、夫は何々で生活困難、当時多く本人は結節中等症で、子宮に注射の用あり、高校に干渉するも、子供のことを言い立てて生き入れず、ね、こういうふうに何度もやってきたんですね。ここに個人情報は黒塗りされてるんですけど、大阪府の職員の名前がね、安藤義保、松本主義、雇用者、長谷川運転手ってね、公務員の名前は消されないですね。次のコマをお願いします。あ、これですね。まあ、こういうふうにして、まあ、安藤さんたちは、感染病患者を見つけると、療養に入りなさいというふうに説得に行く。まあ、そういう仕事をしたわけですね。公務員のあるべき姿とは、あなたが安藤さんならどうしますかということですね。今から考えればですよ。この安藤さんがやった仕事っていうのは、まあ、とんでもない人権侵害ですよね。まあ、その当時も憲法があったと思うんですけど、大阪府吹田市で暮らす権利があるでしょ。働く権利がある。そこで学ぶ権利がある。そういう権利があるにもかかわらず、根こそぎですね、もう有無を言わせず、引き裂いたっていうのが安藤さんがした仕事なんですよね。これ、本当にやらなきませんかっていうことですね。公務員は、まあ、いわば法律に基づいて仕事する。私も尼崎市の市の職員ですから、法律や条例に基づいて仕事するっていうふうにはなってますけど、これってほんまにやらなきませんかっていうね。あなたなら、そういう立場になったらどうしますかっていう、質問を皆さんに投げかけました。これは、何が答えが正しいとかいうことじゃなくて、まあ、こういうことを考えることが大事かなと思って出しております。次のコマをお願いします。村井健運動っていうのが、まあ、この当時、盛んにやられましたね。戦前、戦後を通じて、やられたんですね。大阪府の出勤や近所の一般市民が一体になって、ハンセン病患者を社会から追いやったと。2001年の熊本地裁判決で、その過ちが認められ、謝罪しましたが、一般市民、県や市の職員たちの中に、と同様に謝罪し、責任を感じた人が何人いただろうか。ハンセン病患者は、かわいそうな 人たちと同情を、そういうような問題ではなく、自分にも加害責任があったかもしれないということが問われるというふうに書きました。先ほども坂本さんのお話の中でね、責任に、まあ、責任なかったんですかという、そういうふうなお話があったんだろうと思います。で、もう一回これをポンとセンターを押してもらったら、これが出てきます。ただ、一般市民は真実を知らされていなかった。誤った情報を信じたんですね。感染病っていうのは怖い病気だっていうんでね。一日でも早くこの町から、この村から出て行ってもらわなあかん。まあ、そういうふうに嘘の情報を信じ込まされたっていうことですから、その一般、騙された一般市民にまで責任を負えますかというね、そういうことも言えると思うんですね。そしたら、どうしたらいいのっていうことになるんですね。もう一度ポッとしてもらったら。ごめんなさい。はい。こういうふうに書きました。力の持ったものの言うことを鵜呑みにせず、おかしいことは、おかしいと声を上げる勇気を持つということですね。感染病の隔離政策、来予防という法律が、明治時代から、90年間近く続いたんですね。隔離する必要なかった。あまりにもその法律をなくすのが遅すぎたというふうにね、思うんですけど、それは、その間誰も声を上げる人がいなかった。マスコミもそうですね。医療関係者もそうですね。国会議員も当然言えますからね。こんな隔離する必要のないことを、ずっとおかしな法律であるにもかかわらず、誰もおかしい人に声を上げなかった。その結果、
90年間もそんなふうな法律が続いてしまった。でそのために、まあ、当事者である回復者の皆さん、それから私たちのような家族が、その間に本当にとんでもない、まあ、被害を被ってしまったというふうに言えるんです。だから、おかしいことっていうふうに思ったら、それをちゃんと声を上げて変えていきましょうっていうことをしないと、おかしなものがおかしいまま残ってしまうっていうことなんですね。これは、まあ、雷雨保護法という法律があった、そんなおかしな法律があった。その、もう、結果として、これからはこういうふうにせんとあかんのちゃいますかと、いうことを書かせていただきました。次のコマをお願いします。長島愛泉ですね。これは瀬戸内海に浮かぶ、まあ、こういう、東西に長細い島ですけども、西側に奥光明園って、また違う国立療養所があるんですね。次のコマをお願いします。私は1歳で、岡山市内にあります、ここに書いてます、新天地育児院というね、高い山の上にね、ある、本当に自然豊かなとこなんですね。次のコマを。これ今のカラー写真ですからね、今の子供たちの写真ですね。親のなんかの都合があって、自分の子供を育てられなくなったと。そういう子供たちばっかりが集まって、集団生活をするということですね。次のコマをお願いします。これが私が小学校1年生、左側が1年生ぐらいの時ですかね。で、とにかくここの生活が楽しくてね、日が暮れるまで、まあ、山の中をですね、走り回って遊びほうけてたっていうね、1歳で親とは離れましたから、親と離れた寂しさを一切感じないまま、育ったんですね。次のコマを。小学校1年生入学した同じ同級生が、他にも4人おったんですね。岡山市立三君小学校ですね。そんな三君小学校って言われたってわかりませんわね。次のコマをお願いします。小学校3年生になる4月、母親と上の姉さんが、まあ、迎えに来ました。この時、まあ、私から見れば、初めて出会った母親だったんですね。姉さんも初めて出会った。まあ、本当は、ここの職員に連れられて、長島愛生に、親に会ってたようなんですけども、まあ、その時の記憶が、まあ、ほとんどなくなって、てたんですね。だから初めて出会ったっていう印象しかなかった。だから、親がせっかく迎えに来てくれたにもかかわらず、行きたくなかったんですよね。ここでずっとおりたかった。育児院の、友達とずっと一緒に生活し、そのままでいたかったんですけど、職員の服部姉ちゃんですね。母親のこの、ちょっと右側の上の、この服部姉ちゃんが、親が迎えに来る一週間ぐらい前に、よかったね、三つおちゃんよかったね、って言ってくれたんですね。お父さんとお母さん迎えに来るよ、っていう、ね、そのよかったね、という言葉があれ、非常に覚えてるんですね。だから、まあ、職員にしたら、まあ、ここに預けられた子供たちで、まあ、一回も親が面会にも来ないっていう、そういう子供たちだって言ってるわけですから、親がわざわざ迎えに来て一緒に生活するっていうのは、こんなめでたいことはないっていうね、こういうことだったんですけど、まあ僕は、だけど、まあそんな、初めて出会うっていう印象しかなかったから、言いたくなかったんですけど、それはだけど言えなかったですね、親にはね。で、天ヶ崎で一緒に暮らすようになったのが、小学校3年生の4月。
次のコマをお願いします。文化住宅ですね、6畳と4畳半の本当に狭い、昼間でも日が差さない、南向きじゃなかったですからね、まあ、そういうところで家族5人が、姉さん2人含めて生活し始めました。で、母親に2人きりになってた母親に昼間、何の病気っていうふうに聞いたんですね。そうすると母親が、声を潜めて、言っていいと思うんですけど、声を潜めて、雷病というふうに言ったんですね。で、その病気の名前を聞いても私は意味がわからなかったんで、雷病って何と思ったんですけど、それが聞けなかったんですね。その病気って何なんですかって聞けなかった母親にね。で、その素振りがあまりにも衝撃的だったから、この病気の名前は絶対人には言ってはいけないと思い込んだんで、それが小学校4年生、10歳の時なんですね。母親の病気の名前が分かって10歳から、まあ、50歳まで40年間、まあ、この病気の名前を秘密にしたまま、まあ、ずっと生きてきたっていうふうにね、言っていいと思うんですね。尼崎市役所へ1974年、高校卒業して入りましたけども、誰にも、同僚にも、先輩たちにも、いけなかった。ね。気づけなかった親子関係って書いてますけども、まあ、9歳からね、一緒に生活はし始めたんですけど、やっぱり、他人行儀なんですね。自分の母親、っていうのは分かってるんですけど、最後まで、まあ、本当の親っていうふうに思える気持ちが、育まれなかったって言っていいんでしょうかね。次のコマをお願いします。結婚したのが1982年、27歳の時なんですけど、結婚相手には言わなかったんですよ。母親がハンセン病だっていうことね。で、結婚して3年目ですね、85年。妻から追及を受けたんですね。ちょっと検査をしてもらったら。なんでなんていうふうにね、言われたんですね。結婚して孫も生まれてですね、実家よく帰ってたんですね。で、母親と妻が2人で話したときに、母親がもう、非常に悲観的なことばっかり言ってたらしいんですね。生きててもしゃあない、長生きしてもしゃあないんですね。なんであんな風に母親は、悲観的なことばっかり言うのを、なんでなんってね、いう風な罪の妻の追及やったんですね。それで、まあ、実は、まあ、コントをしてくれますか。言えない事情があったんやんですね。ここで初めて、まあ、母親がハンセン病だ。ということを言ったんだね。で、まあ、その85年に妻は、両親がハンセン病やと知ったんですけど、それも母親には言わなかったんで、それまで、93年に初めて母親に、妻には話したよっていう、やっと言ったんですけど、まあ、その間、妻は知ってたんですけど、知らないふりをして、まあ、生活した。そういう辛さがあったのかな。母親に行ってから一緒に長島愛生に家族と一緒に生活する、訪問するっていうようなね。長島愛も今年夏になると、まあ、子供を連れて、駒をポンと押したら、こういう写真が、子供たちが小さい時ですね。で、次の駒をお願いします。こういうふうに89年間、1996年にね、法律はなくなったんですけど、まあこれは、この間にどんだけ、まあ回復者や、家族たちが、とんでもない人生被害を被ったかっていうのは、誰の目にも知らないまま終わってるんですね。それで、この96年の2年後の98年、次のコマ、お願いします。98年に、国家賠償請求事件ですね、提訴されて2001年に熊本判決が出たと。で、
で、保証金の法律が成立して、両親たちも姉さんたちも保証金ね、1000万円だったですけどね、入所期間が8年間だったから、1000万円の保証金をもらったようです。次のコマをお願いします。この2001年の判決が出てですね、一般市民の注目を浴びたっていうね、言っていいと思うんですね。尼崎に2003年の2月にこういうハンセン病問題を考えます市民の会が発足して、で私はその保機人の人に、この会に入れへんかって声をかけられたんですね。で私の両親がハンセン病へ行くことを知らないまま行かなかったです、これ。で、だけどまあ、もう、拒むのもなんかおかしいから、この市民の会に入ったんですね。そうすると、初めて、隔離政策がどんなものか、ハンセン病の病気っていうものがどんなものか、そして療養所、今まで言ってたんですけど、療養所訪問とか、それから入所者の人を、もう、尼崎に呼んで講演会をするとか、そういうふうなことを学んで初めて、このハンセン病問題が何なのかっていうのがやっと分かったんですね。それまでずっと隠し続けてて、ハンセン病問題と向き合えていなかったんですね。だからこの市民の場合に入って本当に良かったなという。それと同じ年の3月に連携その会、まあ、家族の会がこれ、できたんですね。熊本で年に1回、家族の人たちが一泊二日で交流をするっていう。まあ、そういうことをやってたんです。私は2005年に初めて連携総会、熊本に行きました。2005年ですね。ちょうど50歳の時ですね。で、もう私と同じような家族の人たちが、まあ、こんなにたくさんいるんだっていうことを、ここで初めて出会えて、この出会えたことによって、自分の両親のことを語ってもいいんじゃないかなってことをぼちぼち思い始めた、ね。2006年にハンセン病市民学会というところに初めて、行きまして、まあ、埼玉大学の福岡先生ですね、それから小坂さん、まあ、この時に出会ってですね、福岡先生たちが聞き取りをしたいと、私と、父親と姉さん、まあ、聞き取りをしてもらったんでね、それが非常に、まあ、2006年にやってもらって、これが非常に良かった。父親の思いが、どんな思いでハンセン病療養所に行ってたかっていうのが、よく分かりましたね。次のコマをお願いします。ハンセン病の問題、置かれた課題、家族の問題というふうに書きました。家族は家族を守るために入所者を忘れる、無視する、葬り去る、死んだことにする、離縁する、戸籍から除籍する、葬式に呼ばない、結婚式に呼ばない、遺骨を取りに来ないですね。まあ、そういう家族が大半なんですね。でこんな、だけど、まあ、療養所に入った父親がいたとして、そんな風な、対応する息子って、葬式にも呼ばないし、結婚式に呼ばないし、ね、遺骨も取りに来ない。そんな家族って、あまりにも冷たすぎませんかっていうふうにね、言えると思うんですね。だけど、本当は遺骨もちゃんと取りに行って、自分のふるさとの先祖代々のお墓に入れたい。結婚式にも呼びたい。組織も呼びたい。だけど、それをすれば、自分たち家族がハンセン病の家族だっていうのか、知れ渡った時に、その後に、どんなひどい目に遭うかっていうことを、恐れてるんですね。それがあるからやっぱり言えない。まあ、もう一コマ、ポンポンと。自分の親を見取りたくない子供が僕に隠してほしいんではないっていうふうに書きました。ですね。
家族訴訟560人から、たくさんの原告がいますけども、まあ、未だに、結婚相手にも行ってないから、その子供にも、孫にも、自分の親がハンセン病だってことを言わないままっていう原告の方がね、まあ本当にたくさん今も言ってるっていうことなんですね。だけどそれって、絶対本知事じゃないんですね。差別から逃れるためにやむを得ず、まあ、やってるっていうね、言えると思うんですね。次のコマを思います。まあ、家族訴訟のことを、これも5年経ちますけどね、始まりました。次のコマ。これが次の日の朝刊ですね。全国の、もう朝日から毎日から産経読売全部取りましたね。もう一コマ、お願いします。で、この時にもう3人、原田信子さんと林力さんと私を3人、こんな風に、もう名前と顔がもう全部出たんですね。前日のマスコミの記者会見の時にね、自分の名前を出すか出さないか本当に悩んだんですけど、この林力さん、原田信子さんが本名を名乗ってるのに、まあ、後押しされてね、自分も名乗ってもいいかなっていうふうに思って、やっとその時に初めて名乗ったんですね。はい、次のコマを。それでずっと、2016年、3年間、裁判で戦われました。次のコマ。で、この時に、原告の証人尋問が、毎月1回、3月から4月、5月、9月、全部で29名ですね。午前中と午後とに分かれて、ここで、法廷の前で、原告の29名の方が、一人一人、まあ、約1時間にわたってですね、自分の人生を語ったんですね。これがやはりすごかったんだろうと思いますよ。裁判官の3人の方が、本当に、涙流してる裁判官の人もいたんじゃないかなと思いますけどね。その圧倒的な、この時の証人尋問の飾りですね。この飾りが、勝訴判決を生んだっていうね、僕は思ってるんですね。次を、まあ、お願いします。4月、5月、6月、次のコマ。7月は宮古島まで出張の裁判ですね。8月、9月、そして次のコマ。決心して、次のコマ。はい。6月28日。次のコマをお願いします。ここで、判決が出るまでにですね、こういうふうに、原告からのメッセージというのをね、これだけ、この時にメッセージを送ってくれた原告の人が115人いてるんですね。で、全部紹介したいぐらいなんですけど、この、ちょっと、特徴的な人のメッセージを、読みますね。沖縄の80代の女性506番。子供の頃から近所の、隣近所の子にクンキャーと言われ一晩中泣いていた。小学校3年の2学期、私も病気になっているのではないかと検査を受けさせられ、もう学校に来るなと言って行きたくなりました。勉強を頑張って一番にもなるほどだったのに、学校の先生になりたかったのに、学校に行けなくて悲しかった。こういうふうに書いてますね。まあ、勉強すごくできる人だったんですね。一番になるほどだって書いてるからね。そんな勉強のできる子をね、学校に来るなっていう先生、おかしくないですか？一緒に勉強頑張って勉強しようっていうのにね、言うのが学校の先生だと思うんですけど、もう学校に来るなって言われて、まあ本当に悲しかったんだろうなというふうに思いますね。次のコマをお願いします。原告番号94番。ね、母が強制入院させられ、私は15歳、その後、父は他界。私が弟小6、妹小5の世話をする青春でした。今思えば私の青春は何だったのでしょう。
母の病気のことは兄弟ですら一切触れないように過ごしてきました。兄弟仲良く母を守るように世間に知られないように50年間密かに生活してきました。次のコマあります。で、調査判決6月28日ですね。次ですね、お願いします。あ、判決ですね。こういう判決が出ました。ちょっと読みませんけど、次のコマ、これ大事なところ、先ほども坂本先生がね、説明されてましたけど、こういう判決文なんですね。周囲のほぼ全員によるハンセン病患者及びその家族に対する偏見差別が出現する一種の社会構造、社会システムが築き上げられた。病気の社会構造に基づき、大多数の国民らがハンセン病家族患者に対し、ハンセン病患者は家族であるという理由で、危機感や排除意識というし、患者家族に対する差別を行い、これにより深刻な差別被害を受けたというふうに書かれました。この社会構造、何なんですかってことね、社会システム。ほんと、次のコマを送ってくれると、世間に同調する空気を読む本音と建前っていうふうに書きましたね。本人は差別、本人はっていう、一般市民はですね、一般市民は差別はダメだっていうふうにね、分かってるんですね。だけど、世間はそういうふうには見てないと。そういうふうに、まあ、同調圧力っていう言葉もありますけども、世間に同調してしまうっていう。そういうものが社会構造なんじゃないかな。だから、正しい知識を知るだけでは、この社会構造崩せないですよね。どうしたらこの社会構造崩せるのか。まあ、これからが、この社会構造を崩す、取り組みをする、方向に向かっていくんだろうと思うんですけど、次お願いします。今回は判決で、厚生労働大臣だけじゃなくて、法務大臣と文科大臣も責任を問われました。法務大臣だって、文科大臣だって、これまで人権啓発活動をいっぱいやってるんですよね。だけど、この判決で、やってきたけど、ちゃんと差別なくなってないですよ。人権差別は除去されてないですよ。人権差別を除去することをちゃんとしなかったですよってことが、ここで判決で書かれてるんですね。だから、法務大臣も、同じことやってたらダメなんですよ。同じやり方で人権啓発するんじゃなくて、まあ、先ほど言った社会構造、こういうものがあることを見据えた偏見差別除去の啓発を進めるっていうことが、まあ、求められてるのかなという。はい、次お願いします。ちょっと時間がだいぶ押してしまいました。家族被害を語り尽くす、2番目に、まあ、この被害は市民一人、被害を作り出してきたのは市民一人一人であると。3つ目に、家族関係を取り戻し、ふるさとを帰れる街にするっていうふうに書きました。はい、次ですね。はい。拘束しない方針、次お願いします。次お願いします。ね。家族の方々が地域で安心して暮らすことができる社会を実現しますというふうに書きました。次お願いします。安倍総理とも会いました。安倍総理は、謝罪しますと。心が悪すると言われました。はい、次お願いします。保証法ができた後も、もう一度首相官邸に行って安倍首相と会いました。ポンと押してくれますか。この時に安倍首相に僕聞いたんですね。退職された大阪の友人から相談がありました。保証金がもらえるようになったが、息子二人にもらえるようになった二人いるが、ハンセン病だったこと言ってない。どうしようか迷ってるっていうふうに。安倍首相ならどう答えになりますかって。この目の前で聞いたんですよ、私はね。そうすると安倍首相は、何と答えたか。無言ですね、無言。で、今、先ほども坂本先生が、保証金の保証請求された方が、7000人でしたか。24000人もいるけども、まだまだ保証請求されている方が少ないという、ね、説明がありましたけど、まあ、こんな風にね、
迷ってる家族の人がまだまだたくさんいるっていうことなんですね。そういう人たちに対して、まあ、首相としてメッセージ欲しかったんですけど、まあ何もおっしゃられなかったんですね。次お願いします。ただ、こういうふうに皆様が安心して暮らせる社会を実現するために全力を尽くしていきますというふうに言ってくれました。次お願いします。で、思いを届けというか、ここで歌を歌いますので、歌と駒が合うように、駒送りをよろしくお願いします。思いを届け、思いを届け、思いを届け、家族たちの想い。父の病気のことは人に話してはいけないと心に決め生きてきた。ごめんね父ちゃん、ごめんね父ちゃん、話を言ってくれますか。最後のコマです、今年2歳になった私の孫はハンセン病だった母から言えばひ孫になります。この子が大人になった時、僕のひいばあちゃんはハンセン病でしたといった時に差別を受けることのない
社会になっているでしょうか。差別のないそんないい社会を皆さんの力で作っていきたいなというふうに思います。今日はありがとうございました。はい、ファンカンナムさんご講演ありがとうございました。最後には、ファンさんが作られた、作詞作曲された、非常に素敵な曲の演奏も私も本当に心に響きました。以上で本日のハンセン病と人権セミナーを終了いたします。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。